紹介していきたいと思います。イラストの紹介。え、でもなんか今回みんな系統が似てたんよな、マジで。まず1個目はこちら、じゃーん。これなんていうの、こういうの、え、こういうのなんていうんだろう、感じの水色と白を基調にした感じだね。非常にいいです。かわいい。トアっぽくないのがいい。かわいい。え、プリキュアみたいじゃない？え、プリキュアにいたよね、これ、携帯に。携帯にいるやつ。お次はこちらの方です。どうぞ！てるーん。ちょっと、大人っぽいか？トアちゃんは、これ！大人っぽい子かわいいよね。え、ちょっとセクの C だよね。でもこうね、予想、新衣装予想を見ると、毎回、あ、こういうのもいいなって。勉強になります。そして次。ぽーん。なんかね、でもね、似てるのよ、みんな。基本的に。え、これ結構さ、デザインめっちゃ凝ってんな、ここ。え、なんか肉好き、エロない？そういう目で見られてもいい。嫌だな。じゃあ次。これちょっと他と違ったんだよな。やっぱりね、透明な部分があると、透明のちゃんとレースを入れて込んでくる感じ。いいっす。え、これいいな。髪の横の内側の三つ編みからのメガネ。髪型はね、予想しやすいよね。やはり。そうだよね。予想しやすいよね。ターサも新衣装おめでとう。かわいい。ちょっと寝巻きっぽいのかな。で、ここでも若干へそが見えてる。かわいい。うわ、お嬢様来ちゃー！今回パンツ予想多いな。パンツ予想ですか。これ清楚なトア様。え、なんかまるでトアが清楚かじゃないかのような書き方。トア様一周回って清楚。一周回らなくても清楚やね。お次はこちら。脱コラやめてね、これ。脱コラやめてね、これ。そして次。あのね、黒が多い中に白。これ、ルルドマミーもいるわけね。で、水色の感じに、水色と白の。で、なんか意味わかんない、なんか羽ついてる感じで。天使の輪っかもついてんだよな。却下です。以上。やはり、侮辱罪だよ、これ。ねえ。はい、そして次。ポイン。これはね、前髪がないんだよ。やるんだけどさ。やるんだけど、前髪を分けてるタイプやね。かわいい。いや、とは、前髪なくても似合うんだ、とは。かわいい。次。なんかパターンを変えてきてくれました。4パターンくらい。かわいい。ちょっとこれなんて言うんだろう。この、肩パッド。ちょ、肩パッド。これなんていうの？肩フリル。これちょっと透明なのもいいね。これはトワちゃん。前髪がね、パッツンなんだよね。で、カチューシャつけて、ちょっと可愛いか。これ。これなんで、地雷系ではないよね。地雷系ではないけど、お嬢様っぽいような、地雷っぽいようなって、この感じ？これね、他の人とはちょっと違ったんだよ。このイラスト。白と、紺っていうか、黒と、紫が多い中で、ベージュっていうのかな？ちょっと違う雰囲気で、素敵だったので、ご紹介させていただきました。全部素敵だった。それはそう。紹介してない中でもね、結構素敵なのはもう何個いっぱいもありましたけど、ごめんなさいね、すべて。
紹介できずに